皆さんこんにちは、井上雅弘です。いや、最近ね、新しいプロジェクトもスタートして、多分皆さんね、ご覧になってると思うんですけれども、まあ、ピンクのヒーロープロジェクトということで、そちらの方は絶賛動いてますけれども、まあ、今日はそのプロジェクトとはまた違う何かしらの企画だと思うんですけれども、今日なんだこれは、この間作ったコンプリートフォームがいますけれども、何なんだろう今日は。はい、そうなんですよ。前回サイちゃん企画でコンプリートフォームを作っていただきましたが、はい、まあ、今回もサイちゃん企画ということで、はい、今日はサイちゃんがいませんが、はい、私が代わりに預かってきました。大塚さんが、はい、どうぞ。でん、うわ、これあれじゃん。そうです。ネオコンプバージョン。そうです、21の方ですね。これあれだ、あ、21の方か。21の方です。これ確かあれ最近出たやつなんだよね。なんか最近出たやつなんですよね。お、マジかー。あー、これ今度はこれを作っていただこうかなと。いや、ほんとに。はい。これどうせまた片っぽだと完結してないやつなんでしょ。これ完結じゃないです、アーマーとボディで分かる。どっちからいこうかな。じゃあちょっと、じゃあとりあえずアーマーからいきますわ。もう早速じゃあ作っていきたいと思います。ですね、はい、じゃあまず取り出しまして、これをこうやって箱を開けると、この中が説明書になってて、ちゃんとどうやったら組み立てられるかついてますね。で、まずメインのブロック、チューニングラム、これ食べていきます。これね、砂糖味で美味しいやつですね。はい、うん、あ、砂糖味、うん、これ名称なんて書いてあるかというと、これフィギュアとか書いてないからね。これチューイングガムって書いてあるから、これメイン。メインがチューイングガムですね。メインチューイングガムなんで、あくまで付録のフィギュア作っていきましょうか。前回大丈夫だったかな、これ。ね、もうみんな慣れたかな。片方のこっちのバージョンだけ買ってる人はもう完成しませんので、これ気をつけてください。やば、なんかごつくなってる。ごつくなってるぞ。ごつくなってる。くなってる。うん、首から下。はい。と、こちらが、シールですね。はい。あと手のバリエーション、手のバリエーションはこんな感じで入ってるんですけれども、まあまあまあ今回はグーでいきましょうか。じゃあシール貼っていきます。さあ、このシール貼りがね大変なんですよ。結構マジでこのシール貼りがね、前回もうシール貼りの量が多くてもう仕方なくて、もう細かいし、ね、これが大変でしたね。まあとりあえずちょっとずつ1個ずつ貼っていきますか。もうね、なんていうか、こう新しいですよね。こうフィギュアが、2つ買わないと完成しないというね、新しい感じのタイプのフィギュアですよね、これ。手の甲が、まあ、前回シルバーで、今回これでマゼンタになってるんですけど、なんでここ変えたんだろうね。うん、最終的にこれ全身マゼンタになるんじゃないの、これ。ネオディケイド、このどんどんこう30とか40とかなってったらさ、もう一箇所ずつどんどんマゼンタになっていくスタイルなんじゃないかな。うん。前回ね、結構どこだ、ここどこだって探しましたけど、もうね、ほとんど貼るところが分かってる、もう。ほとんど。うん。だからね、かなり手際が今回いいんじゃないですか。すごく、もう前回やった作業をそのままやってるみたいな感じですよ、本当に。ああ。足もマゼンタなのね。え、前回足のシールなかったから探しちゃったよ、結構。へぇー。足にも、コンプリートフォームはね、足なかったんですけど、なんか、ああ、足にマゼンタつくんですね。マゼンタ箇所がかなり増えてっていう。はい。で、まあ、ここまで貼れました、ここまで。はい、足ができました。でね、まあ、ここからがこの醍醐味ですね。ライダーカード、はい、たくさんついてます。たくさんライダーカード、ね、ついてます。これをここのここに貼っていくという、これが多分一番のこのおもちゃの醍醐味なんじゃないかな。このカードを貼っていくという作業をしていきたいなと思います。まず1番、あ、これなんかね、あれだね、シール貼ってるとこれどこに何のカードがあるのかって覚えられていいね、これね。うん。あ、なるほど。へえ、そうなってんだ。なんかね、なんでも、これ大人気みたいで、手に入んないみたいなんですよ。このシリーズのネオコンプ。めちゃくちゃ手に入んないみたい。いや、みんなさ、
あのネオコンプリートディケイドマジで、あの見た時にダサいと思ったかもしれないけど、けどもうそろそろ好きでしょ、もうそろそろ結構みんな好きになってきてるでしょ。なんかいや俺なんかね感じるんだよね。だってこれをこれ売り切れだよ、これ売り切れでなんか全然手に入んないみたいな話があるぐらいだから、やっぱみんなこれね多分買ってると思うんだよね。買ってるイコール好きでしょ。はい、ということでこちらが完成しました。ボディが完成した、ボディ完成した。早いでしょ、早くも完成しました。こちら、うん、素晴らしい、あの素晴らしく、あのあれですね、ホラー素晴らしくホラー素晴らしくホラー、皆さん9番だけ買った人これで正しいんで、これ合ってるんで、うん、続いて10番の方を上げていきましょうか。こちらも裏が説明書になってますね。これ説明書、この裏、まあ、捨てないでね、こちらを見てやっていきましょう。おー、なんか9番めちゃ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 ある。はい、じゃあまずメインのチューインガム食べていきますか。はい、砂糖味チューインガム、ね、美味しいですね。だから1個作ってる間に1個のチューインガムの味が終わって、で2個目作ってる間に2個目のチューインガムが補充できるっていうね、多分配慮です、これはこれは配慮、そんな配慮があったんですね、うん、配慮。じゃあパーツ見ていきますか。まずディケイドの、あのネオディケイドのこう縦長の顔ね、ちゃんと武器も、あのはい、ディエンド銃、うん、これ多分ベルトとライダーブックですね、これは、うん、で、はい、これはなんかの縦掛ける用のやつと、まあ、ボディですね、うん、マジかこれすごっ、マント入ってます、これマント入ってます。じゃあもう早速シールアリーやっていきます。あー、やっぱシールかっこいいわ、ほんとにこれね、シールのクオリティが半端ない。そしてね、俺ねこれね、シールね、どこに何貼りますって見なくてももう分かるかもしれない。これあのかっこよさというものをね、なんかね超越してる気がする、うん、このネオコンプリートディケイドもなんかね、やっぱね、でもね最近やっぱちょっと受け入れられるようになってきたっぽいんだよね、やっぱね、うん、こうやってフィギュアで見るとやっぱ実はかっこいいのかもしれないとすら思う。顔はねちゃんと貼んないとね、表情がちょっと壊れちゃうからちゃんと貼んないといけないな、これ。なんかすっごい細かいところまでこの、まあ、シールによって再現できてるところとかもあって、やっぱねこれ普通の塗装じゃこれ出せないだろうなっていう感じのところまでこのシールによって出てるのがすごい、うん、あー、ディエンド銃はなんかわかんねえな。あ、ディエンド銃のシール破いちゃった、やべ、え、なにこれ、ディエンド銃のシールだけなんかちょっと形が違うからこれ破きやすいな、これ、うわ、まあいいか、ちょっとね、ディエンド銃だけね、ちょっとねこれね、わかりにくいわ、ちょっとこれだけ皆さんあのちゃんと説明書読んだ方がいいですね、ここは、うん、あとシール破けやすいんでこれは注意した方がいい。 D エンドのやつだけ、これ罠ですね。これなんで持ってるんだろうね、このネオコンプリケード21は。そこにストーリーがありそうだね、なんで持ってるか。よし、銃は完成。じゃあ胴体にライダーカードのシール貼ってきますか。サクサク貼ってきますからね、サクサクサクいきますよ。まあ、結構ねやっぱねシールもこの形の順番になってるからそこもすごい分かりやすいですね。でも今回あれだね、あの前回みたいにシールがなんかいろんなパターンできるっていう楽しさがあったけど、今回もワンパターンなんだね、うん、ワンパターンですね。その代わりマントのシールが多いみたいな感じですね。はい、じゃあちょっと組み立てていきます。おー、できたー。マントのシールあんのむずいじゃん、これめちゃむずいけど、なんか湾曲してるところにあの平面のシール貼んなきゃいけないから、すげえマントのシールありが一番難しいかもしんない。俺まだマントのシールがこのカードが受け入れられてないだけで、もしかしたら受け入れられる日も来るかもしれない。はい、完成しました、ネオコンプリートディケイド21。いや普通にこれまあかっこいいですね、うん、これこっちがコンプリートフォームですね、
いや確かにこうやって見るとパワーアップしてるわ。なんか豪華になった感じ。豪華になってるわ、うん、やっぱマント効果もあるし、やっぱねこうカードやっぱ縦に並んでるのがまだかっこいい。これ以上いくとちょっと危険な領域あるかもしれないけど、まだかっこいいかもしれない。これはマゼンタ色が多いのがいいかもしれないですね。そう、マゼンタがね多くなりました。シルバーからどん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 マゼンタの量が多くなりましたね。はい、これマントまで再現されてるのが、ね、かっこいいですね。これマントがやっぱりすごくポイントですね。こいつの縦がしんどい人は、ああ見て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 、これさ首だけ交換したけど、コンプリートの方になんかもう物足りないわえ、これ物足りなくない？これもうなんか物足りないじゃん、これ見て。確かに、いや物足りないよこれ。下が大きい分なんか上がちょっとちっちゃく見えるのかもしれないですね。やっぱこれなんだよ。いいバランスなのかもしれない。うん、やっぱこっちだわ。いややっぱこっちの方がかっこいいですね、やっぱ。はい、うん、あれ待って、逆に普通のコンプリートの方に首だけ付け替えてみます。あ、でもね、これはこれでありなんじゃないかなと思っちゃう。これはこれで、うん。え、やっぱこれ縦長かっこよかった、これもしかして。これ縦長かっこよかったのかもしれない。正解なのかもしれない。ジージーチャンネル、これが俺の姿、コンプリートディケイド。しかしこれにはさらに上がある。俺の真の力見せてやる。変身！見よ、これが平成すべての仮面ライダーの力を手にしたネオコンプリートディケイド21だ。どうだ、お前たちもこの俺のフォーム少しずつかっこよく見えてるだろう。かっこいいだろう、ちゃんとかっこいいって言うんだぞ。皆さんもよかったらぜひ作ってみてくれよな。それではまたな。はい、ということでですね、まあ、今回こちら、まあ、ネオディケイドコンプリートフォーム21、作らせてもらったんですけれども、まあね、僕が持っててもあれなんで、これこちら視聴者プレゼントにしたいなと思います。こちら多分1体2体どちらもセットで、お送りさせていただきたいなと思います。どっかにサイン書いとくか。じゃあ、こっち書きようないんで、このマントのここに書いておきます。はい、こんな感じでマントの裏に書いておいたんで、まあ、普段は見えないですけど、はい、こちらの方、プレゼントしたいなと思いますので、欲しい方は概要欄から応募方法をチェックしてみてください。それではまた次回の動画で、またね。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会員にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。